ハリマヤ橋公園に復元された朱色の欄干のハリマヤ橋ハリマヤ橋は高知市中心部にある道路橋で長さ約20メートルの桁橋である。俗にひらがなでハリマヤ橋と表記されることも多い。国道32号支線と土佐電交通三橋線が通る。高知市の観光名所として有名であるが現在はコンクリート製であることと復元された朱色の 針前橋は長さ10メートルほどと短いことなどから札幌時計台、オランダ坂などと並び日本三大がっかり名所と揶揄されることも多い。純真とお馬江戸時代に高知の合商である針前と筆屋は互いに本店が堀で隔てられていた。この両者の往来のために架けられた施設の橋が針前橋の名称の由来である。城下町。 高知の中心部に位置しているので、橋の付近には、江戸時代初期に、東都海国掛川から移住した山内家の家臣たちの住居が集まっていた。竹林寺の僧、純真が恋人である伊カケの娘、お馬のために髪飾りを買ったという秘伝物語は、よさこい武士の歌で有名である。元来は堀川にかかる小橋であったが、 1928年の土佐電鉄桟橋線延伸開業に伴う高知市の街路整備により、同市の目抜き通りに一変した。1960年代に入ると、製紙工場からの排水に禁する市街地河川の水質汚濁が顕著となり、堀川はほぼ全長にわたって埋め立てられた。1998年に、朱色の欄干から石造りの橋にリニューアルし、 ハリマヤ橋公園を整備する際に、歴代のハリマヤ橋が復元され、橋の下には人工水路が設置された。旧欄館はハリマヤ橋公園の地下に展示されている。2012年にはハリマヤ橋公園にペギー・ハヤマの楽曲、南国とさを後にしての歌碑が建てられた。石踏みは午前8時半から午後8時半まで1時間おきにペギー本人の歌声が流れ、 隣に建てられたクジラの親子が塩を吹く仕組みになっている。なお、同費は全国から集まった1600万円の寄付金で混流され、除幕式にはペギー・ハヤマ本人も出席した。ハリマや京南方には、ハリマや交差点があり、土砂電交通三橋線のハリマや橋停留所、ハリマや橋バス停留所が位置する交通の中枢となっている。ハリマや 交差点では、東西方向が国道32号となっており、県庁前交差点を起点とする国道55号、国道56号、国道195号、国道197号、国道493号が重複している。北方へ国道32号支線が分岐し、南方へ高知県道34号桂浜張間野線が分岐する。ありがとうございます。